くよです。葵だぜ。さて、つくよはちょっと前にこの日本で年間約8万人が失踪してるって話したのを覚えてるか？うん、もちろん覚えてるよ。でまたそんな話を紹介するの？ああ、それで今回はそんな話の中でも誘拐事件。つまり怖すぎる内容のやつをいくつか紹介してみようかなと。ちなみに誘拐事件って連れ回した日数とかは関係なく重い罪になるんだぜ。ほほう。ただ中には犯人が裁かれないまま事件が幕を閉じた、みたいな話があったりもする。ってことで早速始めちゃうぜ。これまた怖い内容になりそうね。お願いします。まずは2007年の8月24日に、愛知県の名古屋市で3人の男たちが女性1人を連れ去り命を奪った闇サイト事件だ。何よ闇サイトって、ネットが関係してたの？そうだぜ。その3人の男たちは闇の職業安定所というサイトを通じて知り合い犯行に及んでいたんだ。その経緯はまず川岸健二という男がそのサイトで偽名を使って犯罪仲間を募集し、川岸はそれを見た2人の男からこんな連絡を受ける。一発やりますか、お金に困ってるから強盗をやりたいですね。つまりその川岸っていう男はお金目的で仲間を募集していたと。そう、川岸は借金を抱えていたりでお金に困ってたんだな。それで連絡してきた2人も借金を抱えてたってわけだ。そして川岸が仲間を募集した日から3日後、その3人はどんな犯罪をやろうかとファミレスで直接会って話し合うことになり、その時、パチンコ店やダーツバーの常連客を襲撃しよう、という案が出され3人はすぐさま実行するが、ターゲットを見失ったりしてそれらの犯行は失敗に終わる。すると1人がこう提案する。若い女を連れ去って金を奪おう。まさかその時命も奪ってしまおうっていう話になったの？そうだ。その提案が出された後3人はこう計画する。地味な見た目で金を持ってそうな OL を連れ去って、キャッシュカードを奪い暗証番号を聞き出した後命を奪ってしまおう。怖すぎる。そして3人は車に乗ってターゲットを探し回り、夜の10時頃1人で歩いていた女性に目をつけすみませんと声をかけ、その女性が立ち止まると男たちは女性の口を手で塞ぎ車の中へと押し込む。その後3人は3時間ほど車を走らせると駐車場に車を止め、そこで女性から現金とキャッシュカードを奪うと、女性を包丁で脅しながらキャッシュカードの暗証番号を聞き出そうとする。そんな状況だと女性はすぐに暗証番号を教えたんじゃ？いや、女性はすぐに教えなかったという。というのもその女性は母親に家を買ってあげようと以前から貯金を続けていたんだな。なるほど。それで女性は絶対教えないぞってなってたわけね。そうだ。でも殴られたりと執拗に脅され続けた女性はついに暗証番号を教えることになる。すると男たちは、お願い助けてと必死に命乞いする女性の頭に袋をかぶせ、その頭を50回ほどハンマーで殴りつけ最後はロープで首を絞め命を奪う。うわぁ。そして3人は岐阜県の山中に女性の亡骸を運んだ後、女性から聞き出した暗証番号によって ATM で現金を引き出そうとするが失敗に終わる。それってまさか。そう、女性が男たちに伝えた2960という暗証番号は嘘の数字であり、女性の母親が後にこう話してもいた。娘は数字の語呂合わせが好きでした。ですのでその2960という数字は憎むわというメッセージだったんじゃないかと思っています。女性は男たちに対する憎しみの言葉を数字で伝えていた。ということね。だな。そして女性の命が奪われた翌日の午後1時頃、事件の首謀者である川岸から犯行を示唆する内容の電話が警察に入り、警察はそのまま川岸を逮捕すると川岸の携帯電話を調べ共犯者2人もその日のうちに逮捕する。つまり川岸は実施したと。そう、川岸は極刑になりたくないという理由から警察に電話してたんだ。だから裁判で川岸に対し、実施して事件の解決に協力したと無期懲役の判決が下されるんだが、その時川岸はこう言い放っていたという。被害者は運が悪かっただけ。今でも悪いことはバレなきゃいいという気持ちは変わらない。生かしてもらえてよかった。ありがたい。何それ最低すぎる。そして他の2人、神田司と堀吉友には極刑判決が下り、神田の方は2015年にその刑が執行されたが、堀に関しては控訴審で更生の余地があるとされ無期懲役となる。ただその後その堀が過去にパチンコ店長とその奥さんの命を奪っていたことや強盗をやっていたことが発覚し、堀は2019年に極刑判決を受けることになったんだ。それじゃもともと犯罪者だったわけね。だな。っていうか3人とも前科持ちの人物だったようだ。いきなり襲われた女性はどれほど怖かったことか。その3人の男は地獄行きで間違いないわね。お次は2003年の7月1日に、
長崎県の長崎市で中学1年生だった少年が4歳の男の子を連れ去り命を奪った長崎男児事件だ。え、中学生がそんなことやったの？その事件が起きた日、4歳だった男の子は家族と一緒に大型家電量販店を訪れていて、夜の7時頃家族から離れ一人でゲームコーナーで遊んでいたが、そのまま行方がわからなくなって夜の8時過ぎに家族は警察へ通報する。親が目を離した隙に、ということね。だな。すると翌日の朝、その大型家電量販店から4キロほど離れた場所にあった立体駐車場のそばで倒れている男の子が発見され、全裸の状態だった体には刃物で傷つけられた跡や殴られてできたと思われるあざが複数あった。まさか立体駐車場の上から？そう、男の子は20メートルの高さとなる立体駐車場の屋上から転落、つまり突き落とされていた。それでその後警察は男の子が少年といる姿を近くに設置されてた防犯カメラの映像で確認し、その少年が近くに住む中学1年生であると特定し補導したんだ。その中学生だった子はなんでそんなことしたのよ。まず少年はゲームコーナーで遊んでた男の子に、お父さんとお母さんに会いに行こうと声をかけ、そのまま二人で路面電車に乗り商店街の中を歩き回った後男の子を立体駐車場の屋上へと連れて行く。そして少年はそこで男の子を全裸にし、手を挙げていたほか持ってたハサミで体を切りつけていた。すると男の子が泣き叫んで暴れ出したので、少年はパニック状態となり男の子を抱え上げ地上に向かって投げ落としたんだ。何よそれ、ひどすぎる内容で意味わかんないんだけど。ちなみにその少年は補導されるまで事件について友達と話していたり、男の子を連れ去った家電量販店でゲームソフトを買ったりと普通に生活していたという。そして少年は補導された後警察に対しこう話していた。小学生の頃友達から同じことをされて怖かった。だけどその時変な気持ちになったから自分が中学生になったら同じことをやってもいいと思った。なるほど。自分がやられたことをやったっていうパターンなのね。だな。それで少年はその後精神鑑定を受け、パニックになりやすい、対人コミュニケーション能力が乏しいと、自閉症と類似性のあるアスペルガー症候群であると診断され児童自立支援施設に入ることになる。つまり少年法によってそんな結果になったと。そうだ。だから男の子の父親はこう話していた。私たちにとっては相手が何歳であろうと全く関係ありません。極刑以外に納得できる処分はありえません。そう思うのが自然よね。そして母親の方はこう話していた。買い物するとき立体駐車場に連れて行くとあの子はお空が見えると喜んでました。そんな大好きだった場所から突き落とされたと思うと涙が止まりません。辛すぎる。それで少年はその後どれぐらい児童自立支援施設に入ってたの？2007年の9月頃まで施設に入っててその後は九州で生活してたようだ。ちなみに事件後には現場付近にお地蔵様が置かれ、男の子の命日にはそこに毎年たくさんの人たちが訪れているという。そうなんだ。ひどすぎる事件でなんか聞いてて頭が痛くなっちゃったわ。お次は2003年の7月13日に、一人の男がマンションの一室に少女4人を連れ込んだ後自ら命を絶ったプチエンジェル事件だ。え、連れ込んだ方が命を絶ったの？そうだぜ。その男は、部屋を1万円で掃除してほしいと誘い、小学6年生だった少女4人を自分の部屋へ連れて行くと、少女たちに手錠や目隠しをして拘束し、その翌日の朝に部屋の中で練炭を使って自決した、とされている。何よその言い方。これは何か裏があるパターンね。まず少女たちが部屋に連れ込まれた日の深夜、少女たちの家族は娘が帰ってこないと心配し警察に通報していた。そしてその2日後にマスコミ各社は少女たちが行方不明になったと一斉に報じるんだが、翌日に少女たちを連れ去った男が自決すると、その翌日に男の気配がないと感じた一人の少女が、自ら手錠を外して部屋から飛び出し、そのままマンションの近くにあった花屋へ逃げ込み助けを求めたんだ。なるほど。その後通報を受けた警察が現場に駆けつけ少女たちを保護し、それと同時に部屋の中で倒れている一人の男を発見する。そこにはビニールシートを使ってテントのようなものが作られていて、その中に練炭の入った七輪が置かれていた。そして警察が捜査を進めると発見された男が以前から、プチエンジェルという未成年デートクラブを経営していた吉里幸太郎という人物であると判明する。未成年ってことは違法なやつだったわけね。だな。吉里は顧客に少女を斡旋し荒稼ぎしてて執行猶予中の身でもあったんだ。その経営規模はかなり大きく、その後東京の渋谷で一斉補導が行われ、1500人以上の少女が補導されたぐらいなんだぜ。とんでもない人数じゃない。
さらに警察は吉里が借りていたアパートの一室から1000本以上のビデオテープや顧客リストを押収するんだが、その後連日のように事件を報じていたマスコミがパタリと事件のことを報道しなくなる。どうしてよ。というのもその押収された顧客リストには2000人以上の名前があったんだが、そこには弁護士や医者、さらには大物政治家の名前まで含まれていた、と言われている。ただ警察はそれらの名前がほとんど偽名であり命を絶った吉里による単独の犯行であるとし、その後はマスコミも事件のことを報道しなくなったんだ。これは、闇が深そうでしょ。それってつまり何らかの圧力があった、という話なんじゃ？そう、そんな警察やマスコミの動きに対し世間からは、何か裏があるんじゃないか、不自然すぎる。顧客だった大物人物による圧力があったんじゃないか、といった声がたくさん上がるようになったんだな。さらにはこんな声まで上がるようになる。事件そのものが吉里を消すためだったんじゃないのか。おふう。それはつまり吉里が執行猶予中の身だったということもあり、そのことに都合が悪いと思ってた人物がいて吉里を消したんじゃないかとか、はたまた吉里が何かしらのトラブルに巻き込まれ消されたんじゃないのかっていう。それが本当だったら相当ダークな話になるわね。ちなみに事件後にある報道番組が、ビニールシートのテントだったら練炭の熱によって溶けてしまうだろうし、それほど高温になったら吉里の体に火傷の跡が残るはずだがそんな形跡はなく、さらに少女たちが焦げるような匂いはしなかったと話していたと報じてもいた。つまり誰かが自決に見せかけ命を奪った、ということね。そう、ただその後不可解な展開になって、その番組が再び検証しましたと言って火傷しないで自決はできますと話を変えて報じたんだ。だからその流れに対し世間からは、番組に圧力がかかって慌てて訂正したんじゃないのかといった声も上がる。めちゃくちゃ闇が深そうじゃない。結局真相は不明なままとなってるが、プチエンジェル事件にはいろんな闇が絡んでるんじゃないかと今でもたびたび話題に上がるんだ。顧客リストに大物の名前が存在しててそこからいろんな話が出てきたわけか。これはなかなかゾッとしちゃう内容だね。お次は2017年の3月24日に、千葉県の松戸市で PTA の会長だった男が小学3年生の少女を連れ去り命を奪った千葉小三女児事件だ。え、PTA の会長なの？その少女はベトナム国籍の女の子だったんだが、その日の朝、学校に登校するため自宅を出た後行方がわからなくなり、その2日後に草むらから少女の亡骸が発見され、その後そこから20キロほど離れた川の河川敷で少女のランドセルや衣服も見つかることになる。そして警察は事件であると捜査を開始するが、その後犯人の男が PTA の会長だったのに捜索に参加していなかったことや、保護者会のメンバーがかけていた電話に出ていなかったことが判明する。うわぁ。さらに警察は男の乗る軽自動車が少女の自宅近くから、男の所有するキャンピングカーのある駐車場まで走っていく様子や、その軽自動車がランドセルなどが発見された場所と少女が発見された場所を行き来している様子を、防犯カメラの映像によって確認する。それじゃ少女はそのキャンピングカーで。そして警察はそれらの状況証拠からその渋谷康政という男に事情聴取をするが、渋谷は現場には行ってないと事件への関与を否定する。だけどその後、少女の体に残されていた DNA と渋谷の髪の毛から採取した DNA が一致し警察は渋谷を逮捕したんだ。なるほど。それでその渋谷っていう男はどうやって少女を連れ去っていたの？小学校の通学路って黄色い旗みたいなやつを持ってる保護者が立ってたりするでしょ？それで渋谷も毎日のようにそれをやってて、事件前にいろんな子供に車で送ろうかって声をかけていたんだな。つまり少女はその流れから渋谷に連れ去られてしまったとされている。めちゃくちゃ怖い話じゃない。渋谷は逮捕後に黙秘を続けていたが、渋谷の家を捜索した警察が大量の DVD を発見し、それら DVD は中学生以下の少女が出演している DVD であり、渋谷の元同僚や元上司がこんな証言もしてたんだ。あの人は小学生か中学生しか愛せないと言ってました。持ってる DVD は全て子供が出演しているもので、東南アジア系の子供が出演してるやつをたくさん持ってました。うわぁ。さらに渋谷が所有するキャンピングカーの中からは手錠や目隠しなど、いわゆる大人のおもちゃと呼ばれるやつが10個以上も発見され、キャンピングカーの中にあったネクタイからは被害者少女の唾液が検出されてもいた。それだけ話が出てきてるのに渋谷は黙秘を続けたの？黙秘どころか無罪を主張したんだぜ。嘘でしょ。裁判が始まると渋谷は、すべて違います。検察側の主張は架空や捏造であり一切関与してません。と無罪を主張しこんなことまで言い出す。登校中なら親が悪い。
事件は通学途中のことなので親の責任だと思います。何よそれ。その時裁判長が、被害者の親に対し言っていい言葉だとは思えません、というと渋谷にはこう言い放つ。お父さんは仕事の前に彼女を送ることができたはずです。子供を一人で学校に行かせたから事件に巻き込まれたんですよ。うわぁ、寒気がしてきた。そんなのもう問答無用で極刑でいいでしょ。警察側は、冷酷、残酷であり極めて悪質である、人間性の欠片も見られないと極刑を求刑し、判決結果が出るまで極刑を求める署名の数が100万人を超えていたが、最終的に裁判長は、冷酷非道だが場当たり的で計画性は認められず、極刑がやむを得ないとは言えない、とし、渋谷に対し無期懲役の判決を下したんだ。ちなみに渋谷はその判決結果を無表情のまま聞いていたという。無期懲役とか個人的には全然納得いかないんだけど、裁判が進む中少女の両親はこう話していたそうだ。娘は将来日本とベトナムの架け橋になりたいと話していました。娘の冷たくなった手を握った時何千もの針で心を突き刺されたようでした。辛すぎる。しかも犯人が PTA の会長だったなんてありえない話だし。あとはこんな話もある。事件が起きた日から15年ほど前、事件現場の周辺でハーフの少女が二人行方不明になっていたっていう。え。その頃9歳と15歳の少女が行方不明になってていずれも未解決のままとなってるんだ。だから世間からはそれらの事件も渋谷の犯行なのではないか。という声も上がってるんだぜ。これは。それじゃラストは2001年の8月14日に。栃木県の黒磯市で二人の男が7歳の少女を連れ去った黒磯小児女児事件だ。今度は二人の男ですか。その二人は無職で20代前半だった藤田雄一と田中邦彦という男で、その二人は家の前で水遊びをしていた被害者少女を見つけると、周りに人がいないことを確認し少女を車に乗せて連れ去りアパートの一室に閉じ込めたんだぜ。なんでそんなことしちゃうのよ。その後二人は目隠しするため少女の顔に粘着テープを巻きつけ、さらに両手両足をベルトで縛り上げ身動きが取れないようにすると、静かにしないと命を奪うぞと脅し恐怖で逃げられないようにする。そしてしばらくすると二人はこの後少女をどうしようかと考え始め、顔を見られているので命を奪ってしまおうかと話すようになる。それでそのまま、ってことかしら。いや、二人は翌日のお昼過ぎに路上で少女を解放したんだぜ。それで解放された少女はその後自分で自宅に電話をかけ無事に保護されたんだ。ふう、それはよかった。で、男二人はちゃんと逮捕されたの？ああ、それからおよそ一週間後に逮捕され、二人は取り調べに対しこう話し出す。可愛かったので手元に置きたくなりました。うわぁ。さらに続けてこう話す。アニメの主人公になろうと思ったのでヒロインが欲しかったんです。何よヒロインが欲しかったって。頭のネジが完全に飛んじゃってるじゃない。つまり二人はアニメやゲームを愛するいわゆるオタクな人物で、現実と空想の区別がつかなくなってて犯行に及んでたんだな。いや、やばすぎる。そのぶっ飛んだ犯行動機を聞かされた警察の人もさすがに呆れてしまったという。そりゃそうなるでしょ。でもまあとにかく少女が無事でよかったわね。だな。連れ去った翌日に解放してるから刑は軽くなったのかしら。最初にも言ったけど連れ去りの犯行っていうのは日数関係なく重い罪とされるから。最終的に二人の男はそれぞれ懲役8年、懲役7年6ヶ月の実刑判決を言い渡されたんだぜ。ほほう。本当になかなか重い判決を受けてるわね。命を奪う未遂みたいなものだしな。確かに。それに少女は一生トラウマというか恐怖を抱えることになるだろうしね。はい、というわけで今回は日本で起きた誘拐事件をいくつか紹介してみたぜ。つくよどうだった？どれも怖い内容だったけど、PTA の会長が犯人だった話が一番ゾクゾクしてくる怖さを感じたかも。あの人はいい人だった。と近所の人たちが言ってたみたいだしな。それって一番怖いパターンじゃない。親御さんたちも相当衝撃を受けたんじゃないかな。子供の話だと余計胸が痛くなるし聞いててほんと辛かったわ。ってことで怖い事件の話をまだまだ聞きたいっていう人は、よかったら過去の動画もいろいろチェックしてみてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。